こんばんは、千石堂でしょうでございます。さて、大河ドラマ瀬古丼、またね、新たな追加キャストのニュースが入ってきました。6月13日の日刊スポーツから、柏木由紀が瀬古丼出演、初の大河に緊張。 AKB 柏木由紀が NHK 大河ドラマ瀬古丼に出演することが決まり、13日都内の同局で行われた取材会に出席した。西郷吉次郎の妻、西郷園役を演じる。自身も鹿児島出身で故郷に錦を飾ることになった。初の大河出演で、同グループ在籍中の大河ドラマ出演は10年の龍馬伝に出演した前田敦子以来2人目。緊張した面持ちで登場し、出身である鹿児島にゆかりのある西郷さんの物語に出演できて嬉しい。吉次郎の妻として、西郷家の一員として明るく支えていきたいと意気込んだ。すでに5月から撮影を開始しており、8月5日放送から登場する。はい、というニュースですね。演じられるのが、西郷吉次郎の妻、西郷園という役なんですが、劇中でね、登場するかどうかは分かりませんが、西郷吉次郎という方は、西郷吉次郎という方はというか、西郷家の次男なんですが、には奥さんが2人いるということで、どうなんですかね、出るんでしょうか。もう現状出てないから多分出てこないのかなとは思うんですが、1人目の奥さんが有馬弓之丞の娘さんで、マスという方ですね。でこの方との間には一男一女が設けられているわけです。そしてこの方は死別になるわけです。そしてその死別した後の母妻として入ってくるのが、今回柏木由紀さんの演じる園という役になるわけなんですね。一応調べてみたんですけど、パッと出てくるデータがこれぐらいと。そして子供の情報も一切出てこなかったので、この5歳さんとの間にお子さんはなしかなというような感じです。久々にアイドルの方の登場ということでね、いくつかね、こうやってサービスカットをね、皆さんこれを期待して見られてると、思ってないですね。そしてもう一人追加キャストの情報です。こっちが自分としてはちょっと期待する方なんですが、もう一人の追加キャストがですね、佐合田貴也さんという方が今回追加キャストとして発表されました。もうパッとね、思いつく方は思いつかれると思います。真田丸カローズ、矢沢三十郎を演じられていた、方になるわけなんですが、今回は江藤新平役で出演ということで、もともとね、瀬古丼自体には薩摩言葉の指導者として、参加はされてたようなんですが、劇中にはね、登場してない、当然ですね、言葉指導だけですから、が今回は、役者さんとして登場をされるそうです。ただ演じられるのが江藤新平ですからね、肥前の人間なんですよ。言葉ってどうなのかな、薩摩藩と肥前藩、熊本なんでそんなにね、大きく違わないとは思いますけど、江藤新平って言ったらね、教科書にも出てくるような佐賀の乱で、壮絶な最後という言い方は変なんですが、壮絶な最後を遂げられる、最後を遂げてからが壮絶なのかな、方ですのでね、慣れしにならないといいな。瀬古丼慣れし多いですからね、ということです。新しい追加キャストが発表はどんどんねされてはいます。あとは出てきてない人で主要人物っているのかな、伊藤博文とか、そっちの人たちですね。もう一世代後のね、若手の方々はまだ発表がされてない。東郷平八郎とかも出てくるんですかね、ちょっと楽しみなところでもあります。ということで、今夜は日刊新聞のニュースから、瀬古丼の追加キャストのニュースをお伝えをさせていただきました。では今宵のどうでしょうはこれまででございます。